かこれ。なんだこりゃー。くー、洗車機の中です。洗浄香水体ですか。なんじゃないかな。なんかさっきから降ったりやんだり。うん、すごいよこれ。ふよ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 って流れてる雨が。うわ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 、すごいね。すごい。これでも電気つけない車がよくわかんないんだけど俺。馴染んじゃうよ景色に。見えないよ。テールランプが見えないからさ。あ、まあ、確かに。怖いんだよ。追突しちゃうってことね。ブレーキ踏むまでわかんないね。うわー。あ、くん太郎。なにくん太郎って。くん太郎ってね、リトル、しかもリトルくん太郎って。ちっちゃいくん太郎。気になります。高速降りました。はい、今福島です。なんかさ、うん、高速乗ってるとさ、やっぱ分かんないんだけどさ、うん、降りたらすごい車少なくない。少ない。少ないね、全然。うわー、緑やばー。車が少ない。自然すごくない？すごい。雨が降ったのもあって緑がツヤツヤです。あ、道の駅福島。うーん、へー。あ、高湯温泉だって。高湯温泉に行くんだよね。そう。あー、雨だらけでしたね。雨だらけだった。ニコメリー、疲れた？今福島県のイチイっていうスーパーに寄り道しました。夕飯は今日泊まるところで出るんですけど、お酒とおつまみを調達しております。で、今シェビーの後ろについているバックモニターのカメラが撮りそうで、接着剤を買ったんで、タロちゃんが今直してくれてます。どうだい？あ、治った。あ、治った？ああ。ここに接着剤しまってる。ついた？ついた、ついた。あ、よかった。どっかに落っことしてこなくて。いや、まあ線で繋がってるから落ちるってことはないんですけど。うん。グラグラだった。危ない。このカール、だしの旨味。これをつまんでました。じゃあ向かいますよ。はい、今日宿泊するホテルに向かいます。こっから20分ぐらいですね、今日泊まる場所まで。あ、そうだね、うん、20分だって。山道を行きたいと思います。ということで、今日はですね、キャンプじゃないんですね、はい、今福島の花月ハイランドホテルというところに来ておりますが、明日実はちょっと取材の撮影があって、はい、あの突撃斎藤夫婦の取材じゃなくて、あの僕らがこう取材していただく側の取材撮影があって、はい、そのお仕事が福島なんで、はい、その前泊っていうことで今日はここのホテルを撮ってもらって、ニコメリさんと一緒に泊まれるホテル、初のホテル泊でございます。楽しみですね。楽しみですね。ここまで渋滞もあったんで6時間ぐらいかかっちゃったんだけど、スムーズに来れたら4時間半なんでね。そうだね、うん、今日はそんなホテル泊の一
日を Vlog 撮ってみようと思います。はい、はい、ちょっと僕らもホテルで撮影するなんてあんまりないんで、はい、っていうかほぼない、っていうか一回もない、はい、ホテルないね。楽しみです。設営がないんだよ。ないよね。ご飯出るんだよ。そうで、あのニコメリさんと同じ部屋に泊まれるっていうところをね、わざわざこう撮っていただいて嬉しいね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、早速チェックインしてみたいと思います。ほい、はい、ここに電話入れた。じゃあ箱持ってかなくていい。うん、ちょっと両手で持たないといけない。行くじゃん、ミニーメイリー。いいよ、じゃ行こう。はい、ここ止めて。すごい景色がいいんだよ、ここ。やばいね。すごいよ、ちょっとこっから見えないですけど、すごい涼しい。涼しいよね。ね、もう涼しい。気持ちよすぎる。本当に、しかも建物やばくない、うん、へえ。こんなでっかいホテルいつぶりだ。本当だよね。空いてるところとか。やばい、すごい景色。こっち座る。すごいです、景色が。やばい、綺麗。はい、どうぞ。はい、お邪魔します。あ、すごい広い。よいしょ、できました。すっごい。なんで増えたの君は。もうびっくりしてたよ、隣の人。よいしょ、着きました。そんなの広っ。え、うわ、なにこれ、やばいじゃん。これなに、あれ電気だから。うわ、なに広すぎるこんな広いんですか。ってことはさ、こっちじゃない。ニコ待ってね。うわー、ちょっと見える。ちょっと見える。あそこすごい、すごい。ちょっと見えます。街っていうか夜景が見えるのかな。こっちも。お、山。こっち山。あ、すごい、ベランダまでついて。本当だ、繋がってる。なにこれ、すごい広すぎるよ。え、お布団。あ、大丈夫ですか。あ、わかりました。すいません、ありがとうございます。はい、失礼します。待って、待って。いいんだって、部屋で。え、畳も？うん、その、まあ、おしっことかだけ、別に、なんか何も言われなかった。あ、でもうちおむつしてるからね。うん、あ、いいんだって、降りて。やったじゃん。畳すごい綺麗にね、掃除されてるから。え、こんな広い部屋じゃん。ちょっとうわ、大変だったんだおもちゃ持ってきてよかったね、ニメリー。ほら、どうぞどうぞ。ニコ、うわ、広いわ。ゆっちゃん喜んで。メイも行っていいんだよ、おいで。うわやったー。ニニニニ、匂い嗅いで。シータ、おしっこ。シータ、他のワンコの匂いする。うわ、ここでみんなでいられるんだよ。見えるとこでした方がいいのか。はい、おしっこ、はいよ。わかりやすいよ。うわ、めっちゃ広いそっちにする。その辺気になるのか、なんかおしっこあんのか。ね、他のワンコの匂いするのかな。どうぞ。あ、ニコ超偉いんだけど、なんて天才なんだもうやばくすごいじゃん、ニコ。あら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 、よし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 、逃げる。おいで、おいで、よしよし。すごいじゃん、おもちゃ変えようね。で、変えてくれってくんだよね。そう、あ、メリもするんじゃない。えらい、うちのニコ、ね、メーターすごいね。はい、ニコ、ニコニコしてあげようか。はい、ということで、はい、めちゃめちゃ広い部屋
ね。やばくない？やばい。こんな広い部屋泊まったの初めてかもしれない。うん、私もこれしかいないのに。ね。ということで買ってきました。わい。で、本当ありがたいよ。こうやって煮込めりそのまんま。そのまんま。特にケージの中とか入れとかなくていいよっていう、うん、フリーでいいよみたいな珍しくない？珍しい。もう本当飼い主さんにとってはめっちゃ嬉しいよね。だいたいフリーでいいよっていう場合は、フローリングだったりとか、うん、でもこの畳。いいんですかって思っちゃったもんね。まあ一応ね、おむつしてるし、うん、汚すことはまあほぼないと思うんですけど。うん、でも畳って普通のね、ご家庭でもさ、ね、畳の部屋はこう爪であれしちゃうから入れないようにしてるってお家もある、うん、ありますからね。お疲れさまでした。お疲れさまでした。運転お疲れさまでした。うまいやあとご飯楽しみじゃね。めっちゃ楽しみ。私調べちゃったんだよね、出るもの。え、そうなん、うん、言わないけどね。なんだよ、教えてよ。代書、あ、ごませんだよ。代書ごません。駐車場も目の前だしさ、もう何でも便利だね。しかもさっきタロちゃんが言ってたけど、ワンちゃん用のゴミ箱、うん、シーツとかさ、汚れたもののゴミ箱もあってさ、旅人にはめちゃくちゃありがたいね。ゴミと移動しなくていいから。そうっすね、軽く仕事終わらしちゃおう。そしたらそうだね、うん、明日も福島県で仕事ですよね。明日も福島、ありがたいですよね。ありがたい。私はも福島ちょっと思い入れがありまして。最初に勤めた那須動物王国から教習場が福島だったんですよ。あー、車の？そう、はい、白川南高自動車学校っていうところに、うん、夜夜間で迎えに来てもらって免許取ってて、うん、福島県はすごい、もうずっとお買い物したりとか、うん、その免許も取ってたし、お友達もいたりして。福島県って言っても広い。そう、広い。ちょっとこのエリアではないんだけど、どっちかっつうと、じゃあその那須寄りってこと？あ、そうあ、し、南の方だ。うん、だからなんか嬉しい。ここはどの辺なんだろう、福島でいうところの。もうその万代とか近いよね。なんならあのもう猪苗代湖も通り越してるのよね。猪苗代の方が南になる感じだから結構来てる。福島市に近い。結構来てますね、うん、あ、もうちょっと行ったらもう蔵王とか。おお、うん、東北旅したもんね。したね。東北旅動画を見てないという方はぜひチェックしてください。だいぶ前だよね。ちょっと恥ずかしいよね、うん、ルームツアー、斉藤夫婦がお送りする花月ハイランドホテルルームツアーって言ってももうここ、はい、ここだけでなんですけど、ワンルームです。ワンルームだけどめっちゃ広くない？広い。さっきさ12畳って言ってさ、 12.5畳、1、2、3、1、12、13、え、10、え、14、15畳ぐらいあるじゃん。あれ、じゃああの部屋じゃないんだ。調べた部屋じゃないんだ。もう1ランク上かもしれない。全然15畳、え、13、14、15 15? 15畳。ここも入るじゃん。20畳ぐらいありますよ。あっちもあるしね。え、そうだよ、ここだけでその絨毯も入れたら20ぐらいあるよ。やば、広すぎない？すごいよね、ニコ。え、しかもすごい可愛いって思ったのは、この天井のこの照明とかもすごい可愛い。本当だね。これをさ、ニコメリフリーで走り回っていいんだって。ニコ、ニコはね、なんか多分ね、違うワンちゃんの匂いがするんだよな。そう、ずっと吸い込んでるダイソンのように、うん、こっちが、ここも広いよね。玄関が広いだけでなんかすごい立地感がある。本当だよね。冷蔵庫と、うん、コップとかお箸とかも置いてあって、夜ちょっとなんか食べたいとかなっても、じゃあビールとかもこれに移せるやん。あー、ちょっとなんか旅館ごっこする。旅館ごっこするで、ここの玄関も広いからさ、2個目のこれ、うん、ここに置いて置いてるしさ、うん、で、こっち家より広いよ。家より広いよ、ね、こんなだって2つついてるなんてもう高級マンションしかないじゃん。ないよね。ドライヤーもついてたしありがたいし、うん、コップもあって、タオル掛けもあるからちょっと使ったの干せるし、ここがお風呂で、うん、おお、はい、ここお風呂ね。カルピ
ピンはね、温泉行くみたいです。僕はあのタトゥーがあるんで控えております。はい、トイレ、トイレもさ、めっちゃ広い。めっちゃ広い。めっちゃ広くない、うん、こんな広さ。ありがとうございます。あとね、ここにね、はい、寒かったら上着、館内着、浴衣の上に着れる上着とかタオルとか、チビタオルとかもあるから、本当に何もいらなかったかも。あとケトルもある。もうなんかさいつもがさ、キャンプがスタンダードだとさ感動してしまうね。感動してしまう、本当に。あの、もしかしたら旅館とかホテルってこういうもんなのかもしれないけど、なんかちょっと慣れてなさすぎて、うちがね、行かなさすぎて、うん、そうね、この布団、布団が入ってます。あ、でも布団は、あのご飯が19時じゃん、うん、の10分前ぐらいに、あの、敷きに来てくれるって言ってた。そんなサービスもあるの？で、そういうところに泊まったことあんまないかもね。自分でやるところばっかり。やばー。ご飯ですよ。はい、にーにー。はい、じゃあ、はい、めーめ。こっちでしょ、にこの。こっちだよ。いらないでしょ。着替えた。着替えました。新鮮だね。浴衣。浴衣。じゃあ置いていけばいい。会場本館1階、これ持ってた方がいいかな。うん、あ、すごい。すごいな。個室でございます。あ、個室なんだ。はい、ありがとうございます。こんなのいいですか、こんなご飯。やばいね。しゃぶしゃぶ。ビンビール頼んじゃった。キャンプみたいなあれだったよ。うん。固形燃料ですね。あ、これね、固形燃料。すごい。しゃぶしゃぶです。福島県産の甘酒だって。へえ。アイズ特製。見ましょうよ。ノンアルだった。はい。はい、疲れ。疲れ。明日お仕事頑張りましょう。うん。うん。あ、美味しい。うん。美味しい。まあ、もう全部間違いないよ。こんなの。いや。っていうか、しゃぶしゃぶ用の箸で食ってた。手前におしぼりと一緒。うん。可愛い、これとか。すごい。お刺身からいただきます。美味しい。うんうんうん。え、これもう出汁が出来上がってるってこと、これ。うん、出汁汁が入ってた。めっちゃ美味しい。うん、やらか。すごい。夜景見えるやん。ねえ。キラキラ。すごい。天気悪いんだね、やっぱ。雲あるね。うん。すごい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ああ。もう眠くて。寝ながら食べてたね。今日は早めに寝ようと思います。はい。また明日動画撮ろうと思います。おやすみなさい。おやすみなさい。私は露天風呂に行ってきます。露天風呂なんだ。露天もあるし大浴場もある。あ、そうか。俺は部屋の風呂入ります。待っててねって。おやすみ。おやすみ。メリーがすごいテンション高い。ニコも高いよね。楽しいみたい、だいぶここがよいしょ広くて。おはよう。おはよう。メリー。
めっちゃ天気良いよ。暑い。うわ、まぶしい。なんか朝ごはんも出るみたいですよ。ご飯食べたらね、出発したいと思いますんで。はい、もう結構片付けしたから。うん。朝もすごいです。やば。すごいね。リンゴジュースだ。飲んでみよう。いただきます。うわ、美味しい。美味しすぎる。美味しい。はい、じゃあ朝ごはんいただきます。今日は白だし。あ、おはようございます。出発です。今日も元気に出発ですか。です出発です。いや、美味しい朝食でしたね。もう全部うまくて、うん、ご飯いっぱい食べちゃった。トータル今回1泊2日でご飯何杯食べたんですか。4杯。4杯素晴らしいいや、美味しかったの。なんかね、会津コシヒカリ、うん、快晴です。快晴。昨日みたいなどす黒い雲は今のところないです。はしゃいだから疲れたのか。昨日めっちゃ遊んだよ。めちゃくちゃテンション高かったね、この子たち。今日はこれから1時間ほど移動いたしまして、福島県の川俣町っていうところに移動して、今日はそこでいただいているお仕事をさせていただく予定でございます。いや、朝も頑張って起きて高湯温泉もう一回入ろうと思ったけどダメだったな。でも5時過ぎにはね起きてたんだけど、ニコちゃんと遊んでしまったそしたら時間なくなっちゃった。時間なくなっちゃっただってもう朝からボール持ってきたよこの人スタッフさんも皆さんすごい明るくて優しくてね、本当に犬にも優しい環境でした。お風呂もね、露天風呂もあったしね、大浴場もあった。貸し切りで家族風呂もあるんですけど、タロちゃんはとりあえず室内のお風呂に溜めて入れたからよかったね。ああ、ユニットバスみたいなんじゃなくてちゃんとしたお風呂だったからね。ああ、よかったです。本当になんか今川俣町調べたらさ、うん、絹織物が有名なんだって。絹の里って言われてんだって。あとね、川又シャモが有名なんだって。シャモうまそう。世界一長い焼き鳥大会とかやってるらしいよ。大会、うん、もう間もなく撮影お仕事の場所に到着するので、うん、もう到着したら多分すぐお仕事始まっちゃうと思うので、このままこの辺りでこの辺りでお開きとさせていただきたいと思います、はい、撮影が終わったら、はい、まあ、ちょっとノープランで1泊2泊する予定なので、うん、はい、また Vlog 撮れればと思いますんで、はい、はい、ぜひそちらも見てもらえたら嬉しいです。よろしくどうぞ。他にもキャンプ車中泊田舎暮らしの動画も上げておりますので、ぜひチャンネル登録して見ていただけたら嬉しいです、はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。斉藤でした。これかそば打ち体験館。ほうほうが右見えて、あ、これだね。これまだ上に、まだ上に登ってください。